まず、熊谷を元気で、魅力のある街に変えたい、それは無理な公約よりも、絶対に実行できる公約、そして、実業で培った会社経営のノウハウを生かして、決断、行動、実行できる男が考えた重要政策。これはまず 町の発展のために数千本ある未開通道路これを任期中に早期開通を実現しますそして30年かかっても一向に進まない区画整理も早期実現を目指しますそして次に市民が 株主となななるようなクリーンな行政を実現しますこれは市民の皆さんが使いやすい今のお役所仕事のような行政を透明化して目沼江南大里の行政センターサービスをどこに行っても中心のセンターで 受ける行政サービスが受けられるようにしますそして次の政策として農産物これは長年熊谷市がトップだったのが深谷に2倍以上の差をつけられて出荷額が2番になっていますそのため農産物地元のお店などが自由に出店できる 大型の道の道駅を作りますこれには県の施設大規模なスポーツ公園それから運動場ドームこれのこんなに大きく揃った地域を規制緩和によって多くの民間のお店あらゆるものが出られるようにして。 三民一体の,その民を中心に出展しお金のかからない魅力のある埼玉一のの大型道の駅を作りりたいと考えておりますでこれには規制緩和のできる行政機関となった熊谷市の権限をフルに使いたいと思います。 そして次に熊谷駅前、鹿児駅前の再開発、そして多くの乗客が雨が降ると濡れないと乗用車乗れない、バスに乗れない、タクシーに乗れない、これが濡れないで乗れるのは当たり前です。こんな当たり前のことからやっていく。 そして、市民が安全で乗車できるようなスペースを老若男女問わず、笑顔のある駅、そしてショッピングセンター、モールを誘致したい、そして多くの周辺の街から熊谷市に 遊びに行きたいというふうに思うような駅周辺の開発をしていきたいそして特例市となった熊谷市のこの権限を使い調整区域の開発これはトップのハンコ一つで不動産 建設活性化しますそしてそれによって町全体が多くの産業が潤い多くの人口が増えて熊谷市が本当に活力のある魅力の町になることを願って決断行動実行していこうと考えています。